道弁没年不詳は、鎌倉時代初期の御家人、浄土修僧侶。俗名は、渋谷七郎。相模国大場見来や石川里の出身と伝えられるが、記録上石川里があったのは、隣の渋谷荘であったこと、渋谷荘の支配者である、渋谷主義国の子、重助の子孫が、石川氏と名乗ったとされていることから、道弁も渋谷荘石川里の渋谷氏の一員で、 あったと見られている。はじめは、鎌倉幕府の御家人であったが、研究4年に、熊谷直実が、法然のもとで出家したという話を知って、上落して、法然に弟子入りして出家した。この時25歳であったという。その後、数年間法然のもとに禁止しており、親鸞が、西方指南省において、聖人根本の弟子の一人と評した、篠谷とは、渋谷すなわち、 道弁のことであったと考えられている。その後、相模国に帰国して、法然の教えを広めたほか、数作日か東にいた、在野らと周儀に関する往復問答を行って、在野が吉忠に弟子入りする仲介をしたとされている。火力3年に発生した火力の法難の時、道弁は刑に駆けつけた。そして、延暦寺の僧兵から、法然の意外を守るため、連世、 信男兄弟、法和などの出家者や六原丹大の武士団らとともに、東山の法年病所から二村院までの意外送の護衛に当たった。ありがとうございます。